日野橋駅は岐阜県岐阜市日野南6丁目にあった名古屋鉄道美の朝鮮の駅。鉄名町駅から来た電車は当駅かの一式駅で折り返す。新岐阜駅からの電車と鉄名町駅からの電車は続行運転を行い、当駅かの一式駅で乗り換えられるようになっていた。この駅より岐阜市中心街方面は均一運賃、関方面は 運賃計3キロでの計算で、この駅を通過する場合は両方を通算していた。1911年に、美濃朝線が美濃電気軌道の路線として開業したのに合わせて開設された。1954年からは、無人駅となっている。2005年に美濃朝線は廃止され、これとともに当駅も廃止された。相対式2面2線のホームを持っていた。ホームの途中には、 校内踏切が設けられていた。1990年代はここで、鉄名町業、新岐阜業と新関港が接続していた。2017年8月現在では、道路整備での拡張により、写真の通り代替交通手段である、岐阜バス、日野橋バス停留所の西側部分となっている。東側に、東海女子大学、同短期大学があり、駅の利用者は多かった。 名古屋鉄道美濃町線こと塚駅日の橋駅、岩田坂駅2.5万地形図、岐阜北部、1992年修正版、AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ、AB 徳田孝一、名鉄600ボルト線の配線を歩く席別の、 岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング JTB キャンブックス2005年104ページ ISBN 978から4から 533058837ABC 川島慶造全国鉄道事情大研究名古屋北部岐阜編1創始者1997年181ページ ISBN 4から 794207964AB 岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ、ISBN4 から876700974、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、880ページ、今尾啓介、日本鉄道旅行地図町7東海、 新庁舎、2008年、51から52ページ、ISBN978 から4から10から79万25から8、宮脇俊三、原田勝政、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年、209ページ、ISBN978 から40億9395万4112、ありがとうございます。